菅原博士には、日本の政治家。秋田県小賀市長、元秋田県議会議員。秋田県南秋田郡、脇本村に生まれる。1967年3月、小賀市立脇本中学校を卒業。中学時代は、相撲部に所属し、全県大会で、個人優勝した。1970年3月、秋田県立脇田高等学校を卒業。 3年生の時、ラグビー部キャプテンを務めた。1975年3月、日本大学理工学部土木工学科卒業。同年4月、秋田県庁に入庁。1981年4月、石材の採石化工業の会社に転職。1994年3月、同社代表取締役副社長に就任。2011年4月、 秋田県議会議員選挙に無所属で出馬し初当選。2015年4月、自由民主党公認で出馬し無投票で再選。2017年1月27日、任期満了に伴う小賀市長選挙に立候補する意向を表明。同年4月9日に行われた市長選で、元市議の佐藤誠を破り初当選した。4月12日、市長就任。 当日有権者数25,865人、最終投票率 67.67%2021 年、無投票で再選。ありがとうございます。